やめチャンネル TV 始まるよ。炎流さん頑張れ。タグマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー250ポンドミスターアシヤ、270ポンド天竜伝石郎、天竜さん赤コーナー230ポンド放射が大使、300ポンドグレイトシーバー、レフィーマイティー井上頑張れ。ゴングが打ち鳴らされてまいりました。さあ放送席は桃田さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠じゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。場外に落とします。リング下に降ります。高周波数の音が館内に響きます。お気を付けください。蹴ってまいります。組み合います。フロントからの締めを見せてまいります。ハンマーを打ち込んでいきます。おっと、そのまま踏みつけてまいります。掴みます。させません。リング内に戻ります。ロックアップ、パンチで返します。抱えます。フロントからのキック、ここでタッチです。息を整えます。鉄拳を見舞います。掴んだ、逆に返します。組みに行きます。逆に投げてまいります。ラフ殺法に転じます。このあたり館内もヒートアップしてまいりました。そうですね、すごい気合ですね。いいですよ。ええ、張ります。サンドイッチのエンジン起こします。抱えます。ボディースラムで投げてまいります。ストンピングです。掴んだ、ボディースラム、ストンピングを叩き込んでまいります。掴んだ、ボディースラムで叩きつけます。バックを取ります。ハンマーが襲ってまいります。こうやって倒れることが弱く見られることもあるんですが、これは要するに衝撃を受け流しているわけですからね。ああ、受け身を取っているというわけですね。そうですね。腕をフックします。キックを打っていきます。ハンマーを振りかざします。バックに回ります。エルボーでブロック、抱えます。耐えます。蹴りを見舞ってまいります。汗がミストとなって飛び散ります。巻き投げで切り返します。全体重をかけて強烈に踏みつけます。行くのか、ロープに振った、あばら折りに持っていきます。
ロープに振ってタックルでぶちかまします。いやらしい攻めを見せてまいります。リング下に降ります。リング下に降ります。ロックアップ、腕攻めに転じます。フロントからのキック、腕を捉えます。あと返します。リング内に戻ります。スイッチしてまいります。組みに行きます。こういう攻め方はうまいですよね。今はこういう攻め方をできる人はあんまりいないですからね。ああ、何かレトロな、それでいて新鮮なリング場って感じですね。そうですね。逆エビ固めに移行してまいります。10メレッツゴー。打ち込んでまいります。組み合います。そのまま投げてまいります。抱えます。ボディスラムです。リング上はリバースボストンクラブの体勢です。組みに行きます。あと逆に倒した。逆エブで一気に反り上げる。取った。エルボーを打ち込む。蹴り上げていく。ここでタッチだ。キック、蹴っていった。無人島に着陸してしまった。腕をフックした。ブレンバスターで切り返した。起こした。小脇に抱えた。打たせない。腕を取った。おっと、腕を決めていった。チョップ強烈。これはもう精神力で打ってますよね。そうですね。抱き起こす。腕を取った。あと逆に返した。ブレインバスター行くのか。ブレインバスターで叩きつける。15分経過。15ミリッツゴー。フロントキック、腕を取った。組み合った。あっと、ドロップキック。立たせていく。あっと、エンジン切り。エルボー強烈、強烈に決めていった。あっと、逆に捉えた。足を殺していった。いけるか。すごい形相で締め上げていく。岩壁の母の胸に抱かれました。ガチッと組み合った。いけるか。倒していった。
3つが入りません。小股に挟んだ力任せのパワーボム。ここは踏ん張るとこですね。そうですね、ここからは精神力の勝負ですよ。フロントキック、キック、ガチッと組み合った。あと逆に投げていった。決めに行くのか。全体重で踏みつけていった。首根っこを掴んだ。腕折りに持っていった。引き起こす。頭を掴んでチョップ。空投げ、組み合った。投げていった。チョップ首筋、バックを取ってさせません。さあタッチ、気合を入れた。引き起こす。見栄を切った。ストンピング、組み合った。ロープに振ってラリアット、強烈。さあ決まるか。2カウント、まだ足りません。ブロックした。立たせていく。ガチッと組み合った。掴んだ。ヘッドバット、いけるか。正面から投げていった。ここでスイッチ、逆水平。頭を掴んでチョップの速射砲攻撃。このポーズ、抱き起こす。あと耐えた。掴んだ。脳天チョップ、水平打ち。あとデンジャラスなパンチ。ロープに振った。抱えた。あと外した。組み合った。巻き投げで切り返した。ガチッと組み合った。ロープに飛ばした。ラリアット左腕。残り試合時間テキサスクローバー。ロープブレイク、切り返した。ここでスイッチ、首根っこをつかんだ。ハンマー気味のパンチ、いけるか。ロープに飛ばした。レフトハンドのラリア。残り試合時間3分。カウント 2.5、 まだまだです。いけるか。ロープに振った。首根っこを掴んだ。張り
て組み合った、コーナーに振って、なだれ式のブレーパスター、強烈、抑え込んでロープに乗られました。掴んだ、そのまま腕を決めていった、顔面蹴り上げる、ストンピング強烈、頭を掴んで、あと逆にキック、ガチッと組み合った、あと逆に投げていった、引き起こす、強烈タック、あっと踏みつけていく、ここでゴングが乱打されます。今日は少しだけ疲れる日だったな、明日はいいことがあるといいな、今日のキラキラは今日のうち消えた、明日のキラキラは明日探そう、なんとなくのんびり、なんとなく楽しい、山さんメルキリー、また見てね。